バイエルンミュンヘンに所属するドイツ代表 DF ヨシュア・キミヒが、ドイツ、シュポルトビルトのインタビューに応じ、少年時代を振り返った。キミヒはジョゼップ・グアルディオラ時代にディフェンスラインにコンバートされたものの、もともと主戦場は中盤。ユース時代手本にしていた選手には、シャビ、エルナンデス、や、バスティアン、シュバインシュタイガーだね、と、ボランチで活躍していた選手たちを挙げた。ユース年代は、10番、としてプレーしていたことも明かしつつ、レベルが上がっていくごとにポジションを下げていったと話す。また、その頃にはとてつもない負けず嫌いであったことも解雇する。僕はバッドルーザーだった。ユースの大会の時に父が監督で、選手たちを全員平等に扱いチャンスを与えた。僕は常にプレーしたかったから腹が立ったよ。負けたら、ピッチに残って泣いていたね。両足を遜色なく使いこなし、高いパス精度でチームに貢献するキミヒは、幼い頃の努力が今の自分を作り上げていると感じているようだ。父は常に両足を使うように練習させた。子供の時に左足を使って、倒れては泣いて何度も練習していた。諦めることは選択肢になかった。僕のモットーは自分を信じることだからね。